マヌエル・フリードリヒは、ドイツバート・クロイツナハ出身のサッカー選手。元ドイツ代表である。ムンバイシティ FC 所属。ポジションは DF。ユース時代は、SG グッドントルレナナに所属し、1995年に 1FSV マインツ0後の下部組織に移った。1999年夏、ブンデスリーが2部に属していたマインツトップロ契約し、 2000年2月26日のエネルギーコットブス戦でデビューした。1999から2000シーズンは5試合に出場し、2000から01シーズンからの2シーズンは合計58試合に出場した。2001から02シーズンは8得点を挙げた。2002年夏、ベルダーブレーメンに移籍した。トップチームでは2003年8月23日のシャルケレイ4。 1000に出場しただけで、もっぱら、リザーブチームの試合に出場した。2004年1月、1FSV マインツレーゴに復帰し、そのシーズンは、ブンデスリーが2部で17試合に出場して4得点を上げた。2007年7月、3年契約で、バイエル・レバー空前に移籍した。移籍金は約300万ユーロと推定されている。 2007から08シーズンは開幕からレギュラーに定着し32試合に出場した。シャルケ04やハンブルガー SV などの上位勢から得点を奪って得点能力の高さを見せつけた。2008から09シーズンは若い DF エンリケとコンビを組み30試合に出場して3得点を挙げた。2009から10シーズンはベテランの DF サミヒーピアとコンビを組み 4位で UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。33節で最下位ヘルタベルリンから奪った得点はヘルタのツバイデリーが降格を確定させる結果となった。2013年6月にレバークーゼンを退団11月にシーズン絶望の怪我を負ったネベンスボティッチの代役としてマインツ時代のチームメイトで恩師のユルゲンクロップ。 率きいるボルシアドルトムントに加入した。2014年8月22日、インディアンスーパーリーグのムンバイシティ FC と契約した。2006年3月、親善試合のアメリカ代表戦でドイツ代表に招集された。マインツから初めて選出されたドイツ代表選手であった。2006年8月16日、ゲルゼンキルヒエンで行われたスウェーデン代表との親善試合でデビューした。 UEFA 欧州選手権予選のサンマリの代表戦では代表初得点を挙げ、マインズの選手としてドイツ代表で初めて得点を挙げた選手となった。ゴールドルトムントフリードリッヒ加入を発表。2013年11月21日閲覧。元ドイツ代表 DF インドのムンバイに加入ゴールドットコム2014年8月23日付。ありがとうございます。